岡陽市は中華人民共和国安貴省に位置する地球市。安貴省の北西部の木 Y 海平原の南端、純北平原の西部に位置する。北は白州市、東は Y 南市、南は六安市、西は河南省州口市及び新洋市と接する。Y がの北岸の大きな支流、A 川が流れる。岡陽地区には、集大には、正の古史国が存在していた。 春秋戦国時代には、原明、新、根などの権有が設置されている。新大になると南寺、影県が置かれ、漢大には、浄南軍に、三国時代になると南寺、影軍の管轄とされた。五百三十二年、北魏により栄州が設置され、その後は、隋朝による南寺、影軍、東朝による栄州、早朝による南寺姉夫、明朝による法洋府、 清朝による英州府が設置された。1735年、新朝は英州を岡用に改名、中華人民共和国成立後は岡用地区とされた。1996年2月26日に地球史として岡用市に改編された。また岡用市北部の白州市は1372年に英州に統合されて以来、岡用地域の一部とされていたが、 1998年2月に新たに地球史として白州史が分割され現在に至っている。下部に三史かつく、一研究、四、四県を管轄する。関北公職を通用線区、暗記省を通う地区を通用市空港鉄道道路。ありがとうございます。